こんにちは、僕たちは韓国人バンド PRG でーす。今日一緒に勉強したいと思った曲はストーンズの私です。ありえないところまで心が一つ一つこの胸を奪ってゆく。これから一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。名前はシクストーンズ、活動は2015年からしました。事務所はジャニーズと、レイブルはソニーミュージックです。はい、この曲はメンバーの松村北斗さんが出演するカンテレとフジテレビ系の月10ドラマ恋なんて本気でやってどうするのの挿入歌でございます。この曲はストーンズのシングルでは初のバラード曲になりまして、隠していた本来の私の心が恋に奪われていくことをドラマチックに表現したラブソングでございます。それで皆さんも恋に落ちた瞬間の自分自身を考えながらご覧ください。いくわよ。이게처음에이제그애플뮤직으로들으면앞에계속음악이없는거야십몇초동안그래서근데나잘못들었나 나도이어폰 안켜졌나뭐이런생각여기서이미목소리로감성을그냥다잡아버렸어저사비의아리에나이이단어가이곡의제일키워드인것같아요그홈페이지에도곡설명하는데도아리에나이이렇게딱나와요아리에나이ところまで나여기너무좋아약간재즈힙합느낌뭔가이번음악듣는데자니즈같지않다라는느낌도막들고시도를많이하는것같아요스톤즈는다른자니즈보다도실력이있으니까확실히여러장르다들는거이피아노소리저 BIT 라이브할때쓰는그건똑같은거같아요진짜어떤소리야이구요그컴퓨터프로그램소리요프로그램그키보드가아니라진짜여러가지아이돌들이있는데이스톤즈는그보컬위주의사람들이많은것같아요원테이크촬영도많이들어가있는것같아요스톤즈진짜원테이크많이찍는거네저번에도라이브도봤는데진짜잘하더라고요춤을별로이렇게격하게안추는것같아요원래 K-POP 같은거보면춤위주의노래를곁들이는정도인데그치그치이런발라드도가사에맞춰서막다들쪼개서넣잖아감성위주라고여기서도원테이크잖아여기서해프닝이있었는데너무집중해서이제나올텐데밑에있는멤버한테걸려넘어졌던그런해프닝이또있다고하더라고요이게노래를제대로들어보면뒤에노이즈가쫙깔려있어요옆폰으로들어보시면노이즈아리에나딱여기서딱살려주네혼자서그리고베이스가두드는신스베이스라고하는좀건반악기로치는베이스랑이렇게 기타처럼베이스기타처럼치는베이스가두개가있어요그래서왔다갔다왔다갔다
이 관절이 되게 익숙하지 않아요? 단단단단. 그 되게 친숙하게 나가는 거. 멜로디가 진짜 계속 남아 있어. どうでしたか。今回のマーケティングは僕が考えると作詞と作曲の誰がしたか教えてなかったです、うん、それで僕が考えたは本当に有名な人がしてて、その人の色をちょっと違うにこうストーンズの色をなんかしたくなったかなと思って、逆に本当に有名な人じゃないなのにそんないい曲もできますよとなんかことを見せたかったかなとか、このマーケティングも本当にいいかと思いました。気になりますよね、誰かか、僕最近聴く音楽のジャンルの中でローファイっていう、あの音楽をわざと潰してあのそれをよく聴かせる音楽のジャンルの中一つがあるんですけど、少し少しこういうジャンルの要素が見えてて、最近そういうジャンルを聴く人としてはめっちゃ良かったです。なんか音響的にもそうだし、楽曲の中で出てた弦楽器もそうだし、きっちりしたっていう感じではないです。まあ、わざとある程度劣化させて、まあ、ローファイにしたっていう感じがあって、それがすごい好きでした。ずっとサビにありえないっていうのが、自分が恋に落ちたのを認めたくない気がしましたけど、ありえないありえない何回も言って、もうどんどん恋に落ちてる気持ちがちゃんと感じられてすごく良かったです。歌詞も本当に覚えやすいし、メロディも本当に良くて、何度も聴いてもなんか歌いたくなる曲だと思いました。本当にいい曲だと思います。今日もたくさんの勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。ありえない終わったことが